とは人々を海に駆り立てたというグランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞー。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのはとある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロノア・ゾロが囚われていた。強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ロロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビー、俺はゾロを仲間に引き込む。ただじゃ済みませんよ。例の大佐が怒って下手すれば帰っ…そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。
ゾロを仲間に誘うぞ。おい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。レオン、俺はゾロに会うんだ。ゾロノアゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。頼むぞ。やれるもんならやってみろ。ここは倒産ぞ。来たのか。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほらルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺の信念に後悔するようなことは。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前大事な刀取られたんだろ。そして俺から刀を返してほしけりゃ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。ゾロの仲間らしき者が基地に侵入した模様です。なに、反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。Oh!
ロの刀はどれだ。おい、予定変更だ。直ちにロロノア・ゾロを処刑しろ。なんだと。約束が違うぞ。好都合だけど、保管庫の守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。誰だか知らないけど助かったわ。なんだあいつ。ここにもないよね。あったー、グランドラインの海図。海図はもらった。バギー、バギーって確か海賊の相手が海賊ならかえって盗みやすいわ。絶対に